はい、前科三班でおなじみの正益太郎でございます。アウトロー系 YouTuber 代表です。えー、っとね、あのー、まず、えー、出版しましたね。あのー、草加さんとの協調の、えー、出版記念ということもありましたけども、重版、早速重版ということで、ね、まあ、校長の滑り出しで皆様、本当にありがとうございます。ね、これはいいことでございますね。はい。それと、ね、 あのー、今ねあの私のところにねすごい情報がいろいろ入ってきてるんですねこの芸能系文化人それから、えー、政治家続々とこれさあのゃ、ー、あじゃあなんかいい加減な話かって言ったら本当にその当人当人が見た聞いたっていうことなのよ。えー うん、例えば、例えばね、まだこれ言っちゃいけないけど、すごいアイドル系の、えー、パパ活問題。で、パパ活だけじゃいいけど、もう刑事事件的なことの被害者に会われた方から直接聞いてることだとか、あるいは、えー、まあある、まあ超有名な、誰もが聞いたらわかる、親子で有名なね、 まあ文化人って言って言くかなその人がまあ、えー、暴力団関係のね暴力団関係の元暴力団関係の右翼団体会長とのもう写真がもうこう写ってるものがもうあるとか、ね、あるいはね、えー、ある機会社の、えー、上会社の、えー 融資して、融資上場企業の融資案件のその金を使って家を建てちゃった社長の話とかね。うん。そういうようなことがね、割と入ってきてるんですよ。で、これを、これを、言い方だよね。言い方。あの、例えば、懲役太郎とかで、まあ、不正事にしといて、答え合わせを週刊 YouTube プラスでやるとか。うん。ね。 あのー、例えばアイドルの子だとしたら、まあ、不正示でこうやって言っといて「えー懲役あのー、週刊 YouTube+」で「懲役太郎のおすすめのアイドルこの子は本当に可愛くてなんか元気はつらつで応援したいですよね」って言うだけでもうそれがそうだっていうでそうすると誹謗中傷に当たらないでしょ。 そういうやり方かなとか,だか同じコンテンツで例えば著役太郎でそうやって不正辞令しといてメンバーシップで言ったらもうそれはあれだけど違うから行けるんじゃないかなとか、うん、いろいろ思ったり、うん、まあ、うん、いろんなこと考えたりね例えばねしてるんです。うん、でまあ今日はあのー、本日の8時8時か。 えー、生放送「懲役太郎」の生放送で、まあ、出版記念のこととあのやから先輩の病状のことをちょっと説明したいなっていう、うん、夜になってちょっと説明あの進展がありましたんでね、うん、あの説明したいなっていうふうに思います。でまあ、今更さそのなん 暴露系っていう風でもない。なんか最近ガーシーさんがいい人になってきたっていうか、ちゃんとしてるんじゃないかっていうコメントになってきて笑えてくるんだけど、うん、なんか意外とまともみたいなね、ちゃんと喋ってるとっていう。うん。で、あのー、もうどんどん暴露してっちゃうから、他の週刊誌とかもネタ持ってるとかどんどん出しちゃって、もうあの、暴露ラッシュになってるっていうのがすごいことになって、<laughs> もう芸能人でたまったもんじゃないよねっていう話なんだけど、あのー、私は、 それプラス考察ができる、うん、これはこういうことなんじゃないかな、こういう例はこういう影響が起きるんじゃないかな、これはこうなんだろうということを,を、うん、言えるかなっていうことね。ま、うんえー、まあね今まだ 週刊 YouTube プラスも始まりましたけど、皆さんどういうことになるか分かってないもん。だから、んと思う。あの、ちょっとね、新しい試みです昨日ゴンザレスさん、丸山ゴンザレスさんが、だから,だから月曜日はこの4月は、第1週、第2週、第3週、第4週、丸山ゴンザレスなんですよ。火曜日は草加晋也さん。ね。で、第1週、第2週、第3週、第4週。水曜日はカ木麦茶とネオンくんが水曜日の担当なんだ。ここは固定なんだよね。で、木曜日はどれそれ、で、金曜日はっていう風うにして、 その中の、どそれで、えー、土曜日まで埋めて、埋めます、土曜日まで埋めます、でぱんと突発的に、えー、暴露ネタなり、あのー、新しいニュースをバンと入れていくという形をしていこうかなというふうに思っております。うん、ねそんな形で進めたいなと思ってるんだけど、えー、うん、あのー、 あれですね今はねちょっとああんか口口が滑りそうになっちゃったことがあってそうかそうかそうだダメだダメだ,だ,めだまだ言っちゃいけないっていうこともあったりするんでえー、あれなんですけど <laughs> あれなんですけどって困っちゃうまあねまあ賛否両論ありますよ 確かにね、そんなね、そんな、あの、暴露ネタなんかじゃなくて、あの、そんな、ヤクザの話、ヤクザを活動してないんで、ヤクザの話ないですよ、正直言って。ね、うん。で、ニュース的なこともそんなに、今ね、かの国の戦争のこととかメインになっちゃってるんで、あんまり、あの、細かいローカルニュースっていうのが流れてこないんで、うん。そうは言ってもね、あれなんだけど。 なんかさなんかちょっとちょ,ちょっと話そうと思ってたことがあったんだけどまあこれ止めれないあのカットしないんでああ顔が顔が動いてない顔がああ動いた動いた顔が動いていないうんなんであれなんだけどえー、っとそうなんだね今週はねあのいろんなそうそうだなこれ言ってもまあ今週なんかいろんな人と撮影があるんですよ。 今週は、いろんな人と撮影があるんで、言いたいけど言えないね。うん。あの、無名の人から有名な人までいるんだけど、無名の人っつったって、なか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 のね、あの、経験を持ってる人たち。これ、来週になったらいろいろね、宣伝していけれる、あの、出していけれるかなっていうふうに思ってますけど、あとは、そうだな。自分で笑っちゃいけないな。うん そろそろい。いや、これまだ言えないな。うん。順番があるから難しいよね。うん。順番があるから難しい。あまあ、あとは、マネージャーチャンネルも、うん。マネージャーチャンネルね。マネーちゃん。マネちゃんね。あのー、タイマネ、元ね。元タイソンマネージャー。彼女の方も動きがありますよ。彼女の方も動きがありますからね。ちょっと、あのー、えー、もうなんかみんな、あれ 最近元気がないぞと思うけどなんちょっと元気があるよう、ね、に復活しますからね、うん、ちょっとね禁じてみたいなことをやりますからね、うんまあ、これもまた発表があるんで、えー、あれかなと思いますで私もいろんなことやってきますからね、うん、まああのー、今日とりあえずまあそう本ね 本当皆様に本当にツイートとか宣伝してもらってあの10になりましたちょっとありがたいですねこれはねえうんまあこれ早い段階で10に決まるとなるとあのなんて言うんですかいろいろまた今後にもねまた今後の出版とかねこれ文化人としてのね私のこの価値が <laughs> ねえ上がるというかなんて言うんですかうん。 ちょっと楽しみでありますね。はい、こんなところでね。よろしくお願いします。はい。